デイビッド・ブレーナード、デイビッド・ブレーナードはアメリカ・インディアンへの宣教師であった。ブレーナードはコネチカット州に生まれた。彼は14歳で孤児になり、1739年、21歳でクリスチャンとして強く献身した経験を持っている。そのすぐ、あと、彼はイエール大学に入った。しかし、彼は3年の時、ある教授について、 あの教授はこの椅子以上の恵みを持っていないと言ったために退学処分に処せられた。この出来事はブレーナードを非常に落ち込ませた。しかし、2ヶ月後、24歳の誕生日の日記に記している。今までこれほど神のために生き、深く、主を愛することを願ったことはない。私は命を捧げ尽くし、主に使え礼拝し、神の栄光のために生きることを求めた。 大学アートにキャンパスの建物にブレーナードの名を付けた。これは退学させられた学生にちなんで名付けられた唯一の建物である。ブレーナードはミニストリーの準備をし、1742年に説教することを認められ、1743年の初めにアメリカ先住民の宣教師として献身する。スコットランドの宣教団体の支援を受け、商店まで デラウェア・インディアンの間で、戦況の働きをした。彼のインディアンに対する霊的、地上の必要の両面への英雄的、無視の働きは、生まれつき弱い健康状態を損なった。そして1747年10月19日、友人のジョナサン・エドワーズの家で天に召された。ブレーナードの死因は結核だと言われている。エドワーズの娘ジャルシャは、月きき切りで看護に当たった。 彼の存在は本によって1800年代に広く知られるようになった。ブレイナードの日記は1746年に出版された。また1749年にジョナサン・エドワーズは主に日記と私的な著述からなるデイビッド・ブレーナード氏の生涯を出版した。ありがとうございます。